あ、ナーキリじゃん。ゆきひろくん？お、おう、あ、何してんだ、ナギリ。いえ、別に。ただ涼んでただけで、ゆきひろくんこそ。あ、いや、俺はまあ、なんだっけ。なにそれ。お前って笑ってた方が別品だな。何を。いや、だって、お前いつもプリプリ怒ってるイメージしかなかったからよ。それは主に君のせいです。で、どうなの、海の家の守備は。まだ1円たりとも売り上げがないようだけど。ああ、そうなんだよ、やべえよな。けどさ、やっぱ大人数でわちゃわちゃ仕事するのって燃えるよな。実家で家族みんなして調理場立ってた頃を思い出したわ。忙しいのに親父と母ちゃんが言い合いしたりしてよ。そう、お母様も厨房に。あの斎場様と並び立てるのだから、さぞ優れた料理人でいらしたのね。いや、それが全然料理ど下手でさ、おまけにガサツだし口は悪いしよ。え、そうなの。まあ楽しい母ちゃんだったけどな。いいわね、そんな風にお母様のことを語れて。あ、そんなことより頼むわよ、期末試験。おう、きっちり合格してちょうだい。ああ、そしたらすぐお前に職役を挑んでやっからな。上等よ、かかっておいでなさい。返り討ちにしてあげるわ。総帥になっても変わんねえな、お前。何よ、そんなの当たり前でしょ。じゃあもう寝るわ。さっさと寝なさい。